モーターチャンネル、金田のバイク通。36年前に東京オリンピックを予言した漫画があった。舞台は2019年の東京。その劇中に登場する金田のバイク、50のスクーター改造して製作中。2019年ネオ東京。セラミックツーローターの両輪駆動で、これはコンピューター制御のアンチロックブレーキと、12000回転の200馬力。乗りたいか、鉄夫。よし、行くぞ。俺用に改良したバイクだ。ピリキすぎてお前には無理だ。欲しけりゃな、お前もでかいの分取りな。金田くんのバイク。セラミックツーローター、12000回転の200馬力という設定。前回、3月にアップした時はこんなでした。モーターサイクルチャンネル、金田のバイク作成中。2019年3月29日撮影。1984年に漫画化、1988年に映画化された近未来のネオ東京が舞台のアニメ。その主人公が乗ってるバイク、一応走るよ。 FRP デカウル作って何やらかんやら、ロード問題や操作性何やらかんやら。問題やまずい。随時更新中。 PT 過ぎてお前には無理だよ。少しできたみたいなのでアップします。かなり金田のバイクっぽくなりましたね。この状態だと部品ばらまきながら走りそうです。部品が分解バラバラバラ、イエモン特茶の CM っぽく。まだテール部分はできていない。脱皮しがちのバッタみたい。道のりは長い。バッテリー外してるから動きません。またでき次第アップします。見た目はおっさん、頭脳は子供。で、制作中、名探偵コナン君のことばかりました。ご視聴ありがとうございました。また、色でも塗ったらアップします。